どうも、バーンです。さて、この動画なんですけども、今日、中古で買ったね、カメラで撮影しています。カメラの機種は、パナソニックの、DCGF9W というね、カメラです。カメラの機種は中古で、中古6ヶ月保証がついていて、43,300円でした。で、レンズがね、2つついてきました。1.2×3.2 ズームレンズって、今撮影してるね、このレンズと、あとそれから、25mm、マイクロフォーサーズでね、25mm 単焦点レンズで、F1.7 だったかなっていう、レンズがついてきて、で、43,300円ですね。GF9 です。で、早速ね、もうその場で、単焦点レンズと 25mmF1.7 は、売却しました。もう使わないんでね。売却金額、買取価格はカメラの北村で4860円でした。ということは、このカメラ、今撮影してるね、このカメラ、4K で撮影してますけれども、38,000いくらでね、買いました。ま、納得の価格かなと言ったところですね。バーンは実は昔、GF7 というね、カメラを使っていて、それは、以前、カメラの北村にですね、売却したという、過去があります。なので、まあ、ステップアップということになりますね。GF7 か GF9 に、ステップアップしました。この GF9 っていう機種もですね、だいぶもう前の機種なんですけども、まあ、僕がこれからね、使っていく分にはこれで十分かなというような機種です。で、普段バーンはですね、僕の場合は GoPro で撮影することが多いんですけども、GoPro がね、どうしてもね、こういう近くで撮影するというのがね、苦手な機種なんですよ。なので、例えばこういうね、今から、まあ、紹介するんですけども、ラジコンのね、こういうところで何がどうしたらどうなるとかいう、そういう解説をする動画を今からまあ撮っていくわけなんですけれども、それがね、ピンボケになりやすかったんですよ。この距離だいたい20センチぐらいですかね。もうね、20センチって言ったらね、 GoPro 無理ですね。 GoPro はそうですね、60センチぐらい切ると、ピンボケしだしますね。で、以前ね、GF7 を使っていて、まあ、こういう卓上でね、こういう説明の動画を撮るときに非常に重宝してたんですけれども、まあ、GoPro でいいやっていうふうにね、思ったんですけど、やっぱりダメだった。 GoPro で卓上で近くでね、20センチぐらいのところで説明の動画を撮るのにはね、向きませんでした。なので、もう一台僕の場合 GH5 っていう、メインのカメラがあるんですけども、ちょっとね、重いんですよ。 GH5 でさえも重いんですよ。あとちょっと今貸し出し中っていうこともあってね、そういう事情もあって、まあ、サブカメラを買いました。まあ、だからこれからは GH5 と GF9 の2大体制でね、あとそれからもちろん GoPro もという3大体制で、動画を撮っていくわけですけども、まあ、とりあえず GF9、4K30p でね、撮影してみてどんな感じかなっていうのをですね、今記録しています。今このラジコン飛行機、7号機ですね、ダイソー300円グライダーを改造したこのね、このラジコンですね。なかなか今までこの距離感で GoPro でね、こんだけの改造感で撮れてなかったんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ、早速なんですけども、ちょっとね、動画分けようかな。今から、まあ、動画をまあこれで撮っていくわけなんですけども、次回の動画ではですね、この、7号機、これね、プロペラがね、ゴムマウントになってます。ゴムマウントで、いつも僕がどうやって、はい、どうもです。なんとですね、このパナソニック GF9、
4K30p で撮影していたら動画の録画が熱で止まりましたとほざきおりますね。まあ 4K30p で撮らんでもええか。まあとりあえず今回は試しに 4K30p で撮りましたけれども、とりあえず時間制限があるんかな、そうか熱制限があるんかなってとこですね。まあだからこういう卓上の動画でね、僕がベラ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 喋りながら動画を撮るにしても 4K30p で撮るっていうのはちょっとね、ダメだということが早速分かりましたね。まあフル HD で撮ればいいかなっていうところですね。で、さっきの話の続きですね。ゴムマウントをこのプロペラではね採用してるんですけども、どうやってね、これ結構ねゴムマウントね素手でつけるの難しいんですよ。だからちょっと次回の動画でそれを解説していきます。とりあえずね、GF9 買って 4K30p で撮影してみましたという動画です。ちなみにこの辺ねアクセサリーです。ストラップ と、それからUSB ケーブル、USB 給電ができるのかな、それから、USB の充電アダプターですね。このくらいしかもう付属品はついてませんでしたね。バッテリーも1個しかついてませんでした。で、予備バッテリーをね、今注文しているところですね。予備バッテリー純正が欲しかったんですけどね、Amazon で純正が見当たらないんですよ。で、まあ、互換バッテリーはあんまり、ってとこなんですけども、とりあえず純正で買わないとねやっぱダメなんですけどね、ちょっとこの本体に入れて膨張したりとかしたらねカメラまで潰れてしまうんでね、とはいえね背に腹は変えられないというか、ちょっともう、Amazon でしかちょっと調べてないんですけど、とりあえず Amazon で純正が売ってないんで、じゃあ本家から買えよといったところではありますけれども、まあ、結局は互換品のバッテリーで、まあ、評価の高いやつにして、とりあえず様子を見てみようかなといったところですね。はい、どうです。ね、また止まりましたよ。これ時間制限じゃないですね。本当に熱がこもってるのかなといったところですね。まあ、とにかく、GF9 で 4K30p はちょっとこれ使い物にならないですね。まあ、4K30p はね、おまけ程度に考えています。フル HD でね、これからは撮影していこうと思います。次回のね、この、ゴムマウント取り付けをどうするかっていう動画は、短い動画になるな。4K30p でいこうか。はい、本日以上です。ではでは。